太陽チャンネル。みんな正座。明けおめでとう。いって。はい。ああ、皆さんこんにちは、太陽チャンネルです。大丈夫です。お尻でピンピン。どうしよう。はい、ということで本日はね2019年1月の2日でみんなとね書き初めをしたいと思います。なんかね1月の2日になんかそういう物事をしたらいいらしいですよ。なんで今日は太陽チャンネルのみんなのね今年の目標とかやりたいことだとか書いてもらいたいと思います。いいですか？じゃあ最初はお父さんからいこうか。半紙墨汁あ、しゃべりちゃん筆。じゃあまずはお父さんが書きたいと思います。何か書く？今年のお父さんテーマだね。ほっ許さない。おお、お父さん収入はあったね。おお。ちょっともう一回聞きたいな。ちょっとあれだよね。結構でもそれなりだね。うん。はい。じゃあ2019年の太陽パパテーマ。デデン。冷静。冷静。冷静。なぜ？なんで？出かける計画とかあとお金の面とかもね含めて冷静に判断して計画を立ててちょっと行動しようかな、うん、冷静に同じだと思います。うん、頑張ろうかなと思います。はい、はい、サオリみたい。じゃあ次は太陽ママ。何書くんだ？お母さんできるかな？お母さんできない。やってみるわ。よろしくお願いします。はい、太陽ママ、はい、いざ。これもう習字大嫌いだったのよ。あ、言い訳してる。才能全くないからね。じゃあ、いきます。やばいな。書きました。なんだそれ。なんだそれ。はい、はい、じゃあ作文してください。せーの、じゃじゃん。わ、一粒万倍です。なんだそれ。これは一粒ね、うん、一つのわずかなちっちゃいことがとても倍倍倍万倍で大きく膨らむ。あの四字熟語みたいな。なので太陽チャンネル今年はもっともっと大きく、私自身ももっともっと大きくやりたいなっていうことで、はい、しました。エピレーション。意外とまともだった。次太陽。それでは太陽よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、全然さ、人にさ、嫌なのこれから習おうよ。そうそう、これから習おう。うん、はい、さあ、太陽の今年の目標は、はい、はい、正正しいと書くね。それはなぜですか？うん、これからもまた1年が始まるでしょ？うん、それも含めてまた1年も正しく生きていく。深いね。深い。さすが。正しく生きたい。正しく生きたい。素晴らしいです。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後は翼くんいきますか。それでは翼くん、今年の目
標を書いてください。ノートつけた方がいいんだ。はい。あ、そうそう、いいんじゃない？はい、いいですね。ほっ。おー、おー、なるほど。おー。おー。で、おー。おー。おそして上に、上に。おー。おー。あ。おっ。色掛けは禁止ですよ。お、なるほど。はい、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 いいですか。はい、じゃあ翼、そこに置いて写真、はい、できましたってあれ、裏になっちゃったよ、裏はい、翼くん、それは何ですか。あ、大丈夫。もう一回。